なんでみんな母様をいじめるのだ。ではなぜ私を贔屓にする。なぜ嫡男と偽り迎えた。ならば鴨家時代当主として虎杖殺すつもりですか。血槽術、自身の血とそれが付着したものを操る血筋大好きの御三家らしい術式だな。徳佐の影棒術、全員家送電の術式の一つ。影を媒介とした十種の式神術。だが俗な言い方はやめてほしいな。私は虎杖悠仁を殺すつもりだ。君と私は同類だ。ただ俺は自分の両親を信じてる。自分の良心に従って人を助ける。私の邪魔になるか。